気になる作り方は、まず普通に焼きそばを作る要領で野菜やキノコなんかを炒めていきます。そして焼きそばの麺を投入。そしてなんとうどんを入れて一緒に炒めんねんで。そして麺がほぐれたら粉末ソースをかけて軽く炒めたら完成や。こちらがまさやん家の焼きそばちゃんぽん。